大津市王子墓公園体育館照明が落とされました。 AWA の本拠地ミネアポリスのリングのようなそんな雰囲気に包まれました。スターウォーズのミュージックの流れる中、 AWA の帝王 AWA スカイヘビー級チャンピオンバンガニアが登場してまいります。パートナーは全日本プロレスの若大将ジャンボ鶴田。バンガニアは先週の放送では世紀の一戦ジャイアント馬場との AWA スカイヘビー級そして PWF ヘビー級のダブルタイトルマッチ、本当に見応えのあるダブルタイトルマッチ、引き分け防衛を果たしました。その貫禄を十分に見せつけました。今日のパートナーは全日本プロレスのジャンボ鶴田であります。その AWA の帝王バンガノの目の前で見事にブッチャーから一本を取りたいところ、バンガニアそしてジャンボ鶴田がリング上に姿を見せます。いち早くジャンボ鶴田そしてゆっくりと AWA の帝王バンガニアがリング上に姿を見せました。スポットライトに2人の姿が浮かび上がっております。大津市王子墓公園体育館のリング上であります。夢のタッグチームが出来上がりました。ガニア・鶴田組であります。ミュージックが変わります。このシリーズ主役の座からは遠のいていました。満を持して花道からリングへ上がってまいります。黒い巨体全身狂気のアブドララ・ブッチャーであります。 UN ヘビー級のチャンピオンアブドララ・ブッチャー、そして来週の放送ではその UN ヘビー級の王座にジャンボ・鶴田が挑戦してまいります。バンガニアの胴には AWA のその帝王の貫禄にふさわしい AWA スカイヘビー級のチャンピオンベルトが胴に巻きついております。さあブッチャーの黒い巨体はどこから姿を見せるでしょうか。ブッチャーのパートナーはあのスリーパーホールドの名人マークルーイン、イミジクもリング上のバンガニアもスリーパーホールドの名人であります。今日はそういったスリーパーホールド合戦が非常に楽しみ。まだブッチャーの姿、マークルインの姿は見えません。本当に初対決であります。見えました、ブッチャーの額、頭が見えました。しかし花道はもうたくさんのお客さんが花道を塞いでおります。さあお客さんが逃げ回っている。ブッチャーの巨体です。アブドラザブッターの黒い巨体、パートナーはブルガシコイマークルーイ。本当に夢のタッグチーム特別試合対決であります。マークルーインもリング上に姿を見せた。ジャンプを釣れたバンガリアもジャンパーを抜いた。勝利ですね。はい、そういった意味では本当にリング上盛りだくさんの内容を秘めた今日の特別試合60分3本勝負、1本目のゴングが鳴りました。まずマークルーイン、そしてジャンプを釣れたが先陣を切りました。セコンドに入っています AWA の帝王バンガニアは先週のプロレスに残る世紀の大一番 AWA スカイヘビー級 PWF ヘビー級のダブルタイトルマッチ、ジャイアント馬場とは引き分けましたが本当に素晴らしい一戦を展開しました。さあ早くもマークルインからアブドララ・ブッチャーにタッチされました。久々に主役がリングに帰ってまいりました。武井さん、はい、本当にこのブッチャーがですねこのシリーズこのバンガニアあるいはジャイアント馬場選手の影に隠れてしまいましたね。まあ、それだけにですね後半戦にやっぱり満を持してた感じですね。さあ早くもリングの外マークレインとアブドラ・ブッチャーがジャンプするたびに攻撃を加えた。バンガニアが助っ人に入る。バンガニアがマークレインを赤い鉄柱に持っていく。そしてブッチャーはジャンプするたを仕留めている。4人の選手がリングの外、いち早くジャンプするたがリングの中に戻りました。武井さん、はい、バンガニアとブッチャー、バンガニアとマークルインは初めての対決らしいですね。もうこれは奇跡に近いことなんですけどね、全く初めての対決ですね。まあ、このガニアはですねプロレスキャリア31年目ということなんですが本当に初めての対決、これは楽しみですね。まあ、ブッチャーにしてももう23年のキャリアです。ルインにしても20年のキャリアですね。それなおかつ一度も当たってないというのは本当に奇跡ですよね。はい、マークルインとバンガニア初対決、泣き投げを見せましたバンガニアであります。ブッチャーの表情、来週はブッチャーの UN ヘビー級王座にジャンボ鶴田がチャレンジしてまいります。マークルーインの左の腕を絞り上げます。先週の後楽園ホールの
AWA スカイヘビー級 PW ヘビー級のダブルタイトルマッチ、まあ、実にですねこのバーンガニアのスリーパーホールドが1本目見事に決まったんですが、この一方マークルインもですねスリーパーホールドの名人ですよね。まあガニア以後のですねあのスリーパーホールドの使い手ってやっぱりルインがまあナンバーワンですね。竹内さんから見たその2人のスリーパーホールドの違いというもの、まずガニアから言ってもらいましょうか。ガニアの場合はですねやっぱりバックからですね飛びつくような形で乗ってですね、あとはやっぱりスタンディングしたまんまですね相手を締め落としていくやっぱり形を取ってますね。ジャイアント馬場戦でも見られましたよね。とにかくまずスタンディングのポジションからですね徐々に相手をやっぱり引きずり落としていくって形ですね。はい、一方ルインの場合はですね最初からやっぱり相手を抑え込むような形でやっぱりマットに座らせてますからね、はい、ここはやっぱり大きな違いですね。お話の間にルインからブッチャーにタッチ、そしてバーンガニア AWA の帝王バーンガニアと UN ヘビー級チャンピオンのアブドラブッチャーの一騎打ちになりました。文字通りの初対決、さあどういった展開になるか。地獄突きを見せます。地獄突きを見せました。さすがにアブドラブッチャー相手が AWA の帝王バーンガニアでもひるむところありません。真っ向から攻撃を加えるマークルインが行く。地獄突きを見せました。カラチチョップであります。まあ今回ですねマークルインのこのブッチャー流の空手殺法が随所に見られますよね。これはもう前回のラインには全く見られなかったルインの攻撃ですね。はい、どちらが先にスリーパーホールド合戦展開見せますか。マークルインとバーンガニアであります。このバーンガニアは、ま、先週の放送でも大一番ジャイアント馬場選手とやったわけなんですけれども、実に4年8ヶ月ぶりに AWA の世界王座にカムバックしてまいりました。これは10回目の AWA 世界王座カムバック、まさにガニアの王座復帰はガニア自身の悲願達成になったわけでありますが、日本のリング上特別試合であります AWA の帝王が日本のリング上全日本プロレスのマット UN ヘビー級チャンピオンのアブドラブッチャーが仕掛けた体当たり142キロ、ブッチャーバーンガニアを吹っ飛ばしました。これは武井さんどういう展開になると思いますか。ブッチャーガニア、これはですねブッチャーが不意に攻めますとですねスリーパーホールドの餌食になるという可能性はありますね。まあブッチャーもですねこの UN ヘビー級の王座鶴田から奪ったあのブッチャー流の山嵐、いわゆるバックフリップ、このシリーズは温存1回も出していませんね。あ、それだけで来週のですね、ジャンボとの防衛戦あたりがやっぱり相当キーポイントになってきますね。はい、なんとしてもジャンボ鶴田にとりますと来週のジャイアントシリーズ最終戦庭崎大会、アブドラブッチャーの UN ヘビー級の王座を奪取したいものであります。バーンガニアをリングの外に引きずり出しました。マクルインアブドラブッチャー組、極悪反則コンビであります。 AWA の帝王バーンガニアが本部先、机の下、ジャンボ鶴田が助っ人に入ります。 AWA スカイヘビー級チャンピオンブッチャーのものすごい暴れっぷりの中、姿勢に回っています。姿勢に回っている AWA の帝王バンガニア、ちょっとバンガニアがマークルインブッチャー組に捕まっている。ルーインブッチャー同士打ち、しかしルーインはすかさずガニアを抑え込んでいる。ガニアをもう一度今度はブッチャーに持っていく。地獄突き、地獄突きであります。今やっと鶴田が助っ人に入りましたが、この場外戦でガニアがですねかなりダメージを受けたようですが、どうでしょうか武井さん。ちょっとガニアのダメージ心配ですね。松永さん、はい、ガニア選手は背中をですね椅子に非常に強く打ち切られたんですけども、すぐに立ち上がりましたね。底知れないスタミナです。はい、今年54歳、現役サイコさんの世界チャンピオンであります。さあマクルインの腰のあたりに手をつけて、そして若き全日本プロレスの若大将ジャンボ鶴田にタッチ。5分が経過いたしました。ジャンボ鶴田もこの AWA 帝王のバーンガニアの前でいいところを見せたい。ジャンピングニーバット、アブドララブッチャーと視線が合いました。ジャンボ鶴田いよいよ満を持して来週の庭崎大会ニュー UL ヘビー級チャンピオンのアブドラブッチャーに、ジャンボ鶴田はタイトルを失ってから2回目の挑戦になります。まあ、あのリターンマッチでかなり叩かれていますよね。さあどうだどうだ、ブレンバスターの体勢、ブレンバスターの体勢、142キロ、アブドラブッチャーの142キロの巨体をブレンバスターで放り投げた。カバーに来ましたが払いのけます。アブドラブッチャー、武井さん、はい、思い切ったブレンバスターどうですか。今の威力は位置はやや低かったんですけどね、やっぱり角度は非常に良かったですね。さあもう一回いった、ジャンピングリバット、アブドララブッチャーが倒れました。
若大将ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が飛ばしている。相手はユーレヘビー級チャンピオンアブダラ・ブッチャーであります。燃えているジャンボ鶴田。武井さん、はい、ジャンボ鶴田もですね、やはり主役の座に久々に帰ってきたわけですから、いいところを見せたいですね。あ、これはですね、この勢いぜひ来週にもつないでほしいですね。それから今日のパートナーが初めての AWTO のバンガニアというところで、そのバンガニアの前でいいところを見せなければいけませんね。これによってやっぱり AWA ないでないのその評価も変わってきますからね。はい、ジャンボ鶴田が飛ばしています。鶴田コール、そしてブッチャーコール、いい体勢にして AWA の帝王 AWA スカイヘビー級チャンピオンバンガニアが行く。バンガニアが行きました。初対決、アブダラ・ブッチャーとは初対決であります。ショルダースルーに行かない、ショルダースルーに行かない、スリーパーホールド、スリーパーホールドに入りましたバーンガニア。しかしマーク・ルーインが助っ人に行く。マーク・ルーインが助っ人に入りました。ここでマーク・ルーインとジャンボ・ツルタが代わって入ってまいりましたが、ジャンボ・ツルタは、ブッチャーに攻撃を仕掛けました。相手は変わっている、行った。マーク・ルーインのアナコンダ殺法、スリーパーホールド。ガニアが助っ人に入ります。お話の通り、ガニア・マーク・ルーインのスリーパーホールド合戦になりました。まあ、お互いですね、スリーパーホールドの名人ということでプライドがありますよね。そうですね、やっぱり相手がやれば自分もやるということでしょうね。はい、スリーパーホールドの東大の名人2人が会いました。全日本プロレスの新春ジャイアントシリーズ特別試合、大津市王子ヶ丘公園体育館、ジャンボ鶴田が捕まっている。本部先の硬い机の上、ジャンボ鶴田が捕まっています。スケットに入ろうとするのがバーンガニア、バーンガニアとマークルインがやり合っている。ジャンボ鶴田は完全に捕まっています。ジャンボ鶴田は完全にブッチャーに捕まっている。バーンガリアとマークルイン、松永さん、ジャンボ鶴田は完全に下敷きにされています。下敷きにされています。今すぐそばから倉持アナウンサーがレポートを入れています。すぐそばから倉持アナウンサー、今バーンガリアが助けに来ました。バーンガリアが助けに来ました。しかし、アブドラのブッチャーは喉元、ジャンボ鶴田の喉元をガッチリと締めています。締めています。倉持アナウンサーのレポートの最中に今レフェリーの城樋口がカウントを要請。バンガリアのスケット、バンガリアがスケットに入りました。バンガリアとアブダラ・ブッチャーが一騎打ち。 AWA の帝王と UN フリー級のチャンピオンの一騎打ち。ガニアとブッチャーの対決、ガニアとブッチャーの対決が始まりました。正面から堂々と挑んでいます。バンガリアが正面から堂々と挑んだ。ものすごい流血のブッチャー、ものすごい流血。しかしガニアがチョップで返す、チョップで返す。ブッチャーがひるみました、ブッチャーがひるみました。恐るべきスタミナ、バンガニア思い切って喉へ締めています。すぐそばから倉持アナウンサーのレポートが続いています。武井さん、はい、場外でのガニアとブッチャーとのこのものすごい流血の一戦、いやいや、もうすごい迫力ですね。しかしもう判定は下ったんですから、これはやっぱり制しなきゃまずいですね。ああ、今正式なコールがありました。1本目は両チーム引き分け、リングアウトですね。1対1ですね。1本目、 AWA の帝王バンガニアを迎えての特別試合、タクマッチの60分3本勝負、1本目は両チームともリングアウト引き分けということで1対1。いよいよ勝負の方は3本目、ファイナル入ってまいりました。マークルイン、ジャンボ鶴田、 AWA 帝王のバンガニアが声援をジャンボ鶴田に送っている。まあ、なんとしましてですね、ジャンボ鶴田は来週の放送、自分のですね、虎の子のタイトル、いわゆるヘビー級の王座を取らなければ新しい年が来たという感じがしないというふうに言っておりました。ジャンボ鶴田、ジャンピングリーバット、マークルインに炸裂。そして AWA スカイヘビー級チャンピオン、バンガニアに渡しました。武井さん、はい、昨年の6月、このミネアポリスにスリーパーホールド入りましたね。スリーパーホールドに入りました。スリーパーホールド合戦、マークルーインの喉元にバーンガニアがスリーパーホールドに入っています。まず本家ですね。まず本家本物、バーンガニアがマークルーインに仕掛けましたスリーパーホールド。後ろからがっちりと羽交い締めが入っております。まあ、この技をですね、食らう時にはこの直訳しますと眠らせる技ということになりますよね。そうですね、スリーパーホールド眠らせる技ですね。ですからこう意識朦朧となるんでしょうね。やっぱ心状態に落ち込ませるわけですね。はい、しかしマークルーインが今度はジャンボ鶴田をリングのそこに放り投げました。さあ
本部席の硬い机の上にまたジャンボ鶴田を持っていく。マクルインが後ろから羽交い締め、振り切ってジャンボ鶴田が中に入ってきた。ジャンボ鶴田は今マークルインにまたもやスリーパーホールドにかかりました。本当にマークルインとバーンガリアのスリーパーホールド合戦になりました。アナコンダ殺法ドクジャ、アナコンダが後ろから獲物を仕留めるような感じになっておりますが、マークルインとバーンガリア、そしてブッチャーと鶴田がやり合っております。まあ、このマークルインとバーンガリアも初対決になります。あ、いった、今度はルインですね。今度はルインですね、高橋さん。いわゆるアナコンダ殺法、まあ、はっきり言いますとこの東大ですね、バーンガリア、マークルイン、二大名人、他のレスラーの追随を許さないですね。もうこの二人につきますね、スリーパーホールドに関しては。さあ、また目まぐるしくリング上は変わりました。ブッチャーと鶴田、ブッチャーと鶴田、鶴田のトーキック、鶴田のトーキック、地獄好きはブッチャー、地獄好きはブッチャー、アナコンダ殺法を見せました。ブッチャーコール、ブッチャーコールになります。このリング上は第8回チャンピオンカーニバル、昨年ブッチャーからカウント3を取ったところですね。思い出の負けでした。行きました、ブッチャーの山嵐バックグリップです。ブッチャー流の山嵐バックグリップ炸裂、このシリーズ初めて見せました。そして行くぞ、ドクター殺法、鶴田危ない、鶴田危ない、鶴田危ない、カウントがいった、カウント3、またもや鶴田はブッチャーのバックグリップに仕留められました。アブドラ・ブッチャーの山嵐バックグリップにまたもや鶴田一敗地にもまれました。鶴田はブッチャーから一本も取ることはできません。これで特別試合は2対1、ブッチャーマークルーイン組が勝利を握りました。武井さん、はい、残念ですね。やっぱこれジャンボにとってはまずかったですね。残念ですね。これでですね、やっぱり来週のやっぱり防衛戦に関してですね、ブッチャーは自信を深めたでしょうしね、やっぱり逆に鶴田は相当やっぱり精神的なプレッシャーが強いでしょうね。はい、まあ、一時はこのブッチャーをですね